どうもバーンです。今日はね2号機を持ってきました。ところがですよ、ほらもう早くしないと太陽が出てきちゃう。1年のうちで今が一番、なんていうんですかね、日の出の時刻が、移り変わる、速度がね早い時期なんですね。1年2回ありますね。春分の日、秋分の日、その時期に近づいてます。あっという間にね日の出の時刻が変わってきます。日の出時刻は上回ってるんですけども、山の稜線から出てきてないですね。バッテリー2本目いってみます。バッテリー2本目ですけども、地上滑走で離陸してみたいと思います。
はい、行きます。ちょっとね、やっぱ地上滑走で離陸するにはですね、プロペラがね、ちょっと地面に干渉しそうな、しなさそうなといったところなんですよね。ちょっとそれ課題ですね。芝はね、結構短いんですけれどもね、この季節なんで。そうそう。それからビソリですね。この、後ろの方にビソリがないんで、こういう風にちょっと芝がね、汚れてついちゃいますね。ちょっとそれも課題ですね。はい、本日以上です。では。